立ち上がれ日本は、かつて存在した、日本の政党。2010年4月10日に、衆議院議員の平沼武雄らが決闘した。2012年11月13日には、太陽の党に党名を変更した。立ち上がれ、日本の党本部が入居していた赤坂一丁目森ビル2005年に、自由民主党を離党して、以来、部所属での活動を続け、 新しい保守政党の構想を示唆してきた平沼竹夫と参議院選挙を前に自民党による民主党の単独過半数獲得阻止を困難と判断し2010年4月に自民党を離党した与謝野薫らが民社国連立政権に対する批判層や保守層の受け皿として平沼、与謝野、園田博之、藤井孝、尾、中川義尾、石原慎太郎を発起人 平沼を代表、予算を共同代表として4月10日に党を結成した。2010年4月7日に、新党を後押しする石原慎太郎の命名により、新党の名称を立ち上がれ、日本にすることが固まった。後日平沼は、新党名として自身が日本保守党を挙げたところ、石原に、ダサい。と一周され、頑張れ。 日本との案が固まったが、該当名称が JOC に商標登録されていたために断念したとのエピソードを語っている。進め日本、頑張ろう日本、守れ日本、新党力、夜明け、黎明、黎明の会なども候補に上がったとされ、平沼は今の時代に合っているのはひらがながいいんじゃないかと述べていた。英文名称は、 サンライズパーティーオブジャパンであった。打倒民主党、日本復活、政界再編を掲げている。反民主党の立場は、所属議員や発起人の間で共有されているものの、平沼と与謝野の間で政策面の違いが指摘され、批判も出ていたが、与謝野が2011年1月13日に離党した。年配者が多いため、シルバー新党、 立ち枯れ日本と揶揄されることがあった。2012年11月13日、石原慎太郎の参加とともに太陽の塔に透明を変更した。略称は太陽、英文名称はサンライズパーティー。なお、1996年に羽田勤元首相らによって結成された太陽塔とつながりはない。 太陽の党への変更から4年後の2016年12月には、党内の政治塾、架橋塾の元塾生を中心とした政治団体として再結成されている。立ち上がれ、日本に平沼と、与佐野、藤井隆を、園田博之が参加することはほとんど決定的だったが、その他にも、中川義夫、中山京子、木内実、小泉隆二、河野池吉忠だ。 丸山和也、後藤田正澄しかし、調整が難航したため、決闘時に実際に参加したのは中川のみだった。2010年5月11日、元衆議院議員、元掛川市市長の戸塚信也が入党、顧問に就任。2010年7月11日投開票の第22回参議院、議員通常選挙に、 決闘メンバーで現職の中川義夫、前自民党参院議員で、元総務大臣の片山虎之助、前衆議院議員の中山茂明、杉村多造、野球評論家の中畑清などを比例区で擁立した。また、選挙区では、青森、茨城、東京、神奈川の4選挙区で、新人公認候補を擁立した。秋田、山梨、岐阜、 岡山、熊本の5選挙区で自民党候補を千葉、大阪の両選挙区で日本総進党候補をそれぞれ。片山は2007年の参院選で落選後自民党から比例区で出馬する意向を示していたが、同党は比例候補に定年制を設けて公認しないことを発表していたため自民党以外の党からの出馬を模索していた。 6月18日に割り候補することになった夫、中山茂明を応援するため、中山京子が自民党を離党、立ち上がれ、日本に入党した。選挙期間中には、比例代表公認候補の足高喜び選が、党の制止を振り切り、尖閣諸島への上陸を試みようとしたとして、選挙期間中にもかかわらず、比例名簿から削除されるという事態もあった。 比例区と選挙区で合計7議席以上の目標には届かなかったものの、比例区で1議席を獲得した。この結果、参議院における党所属議員が改選前と同じ3名となり、7月16日に参議院において、新党改革と統一会派、立ち上がれ、日本、新党改革を結成した。これにより、参議院では、 予算委員会での質疑に参加できるようになった。この選挙で立ち上がれ、日本が獲得した比例区での票数は123万2207票であり、これは国民新党や浸透改革を上回る結果である。次期衆院選に備え、8月24日に中山茂明元衆院議員を宮崎県大育市部長、 西村慎吾元衆院議員を大阪府第17区支部長に任命した。また、同年10月には、前回の衆院選で平沼グループから出馬した三宅博士元八尾市議を大阪府第14区支部長に任命した。2010年12月に、菅トラから連立政権参加の打診を受けたが、党内で、それに賛成したのは共同代表である、与謝野香織のみであった。 党内で孤立した与佐野は、2011年1月13日に、離党届を提出、受理された。直後に無所属として関大二次改造内閣の、内閣府特命担当大臣権社会保障、税一体改革担当大臣として入閣した。この、与佐野の判断に対して、園田博之は、民主党政権打倒を掲げて、立ち上がれ。 日本を作った時の立党精神を置き忘れてしまったのではないかと批判した。2012年1月18日、参議院において立ち上がれとの政策の隔たりがあった、新党改革との統一会派を解消し、自民党と共に自由民主党、立ち上がれ日本、無所属の会を結成した。1月25日に、石原慎太郎東京都知事、国民新党の亀静香立ち上がれ。 日本の平沼竹雄で3月中にも、神道を結成するとの報道が流れた。当初、平沼は、亀井さんの一人芝居と否定してきたが、石原新党結成を目指した発言をしていくようになる。平沼は1月25日の記者会見で、保守結集を目指し、自民、民主の一部に働きかけ、70から80人を休合することを目標にしたい、と語り自民党の反発を受けた。 自民党の谷垣定一は27日夜、自民党からも引っ張ってこようというような、失礼な話にコメントする必要もないと不快感を示した。31日、石原信明も人の財布に手突っ込むなと反発した。3月7日、平沼は記者会見で、都知事は予算などで都議会が開かれているので、3月までに新党を作るのは現実。 考えられない問題だとして当初目指していた3月結成を断念。はりごとは密なるものを胸とすることだ。作業は深く静かに先行してやっていかなければならない。とも述べて引き続き浸透結成を目指す姿勢を鮮明にする。石原は4月12日、訪米前に成田空港で記者団の取材に応じ浸透構想について一回ないことにする。白紙に戻す。 やる必要があるならば俺一人でも台本作りをやると、新党構想を練り直しを表明する。その後、訪米先で都による尖閣諸島購入を表明。立ち上がれ日本もこれを支援するため、尖閣諸島購入のための寄付金募集の講座を作った。国民新党を離党した亀石塚は新党について5月末にはできると言い,い、また6月の立ち上がれ。 日本の政治資金パーティーで新党のお披露目があるのではないかと期待されたがなかった。7月4日、立ち上がれ日本は石原新党を視野に入れた平成24年政策宣言を発表した。自主憲法制定を最初に掲げ、尖閣諸島への自衛隊配備や財政への複式簿記の導入など、石原氏が進める政策を後押しする内容も盛り込む。政策宣言のキャッチフレーズは、 日本緑倍増。またこれに伴う会見で、平沼は、亀井との同一行動を否定し、石原も同様の対応を取るだろうと推測した。7月24日、平沼は、都内で講演し、今月内し来月早々には、石原氏が正式に態度を表明し、新しい流れが出てくるのではないかとの見通しを語るも8月3日の記者会見で、石原は、こちらは、 新党よりも尖閣の方で手一杯なんだと述べ、月内結成を断念する考えを明らかにした。また、平沼の発言に対し、彼とそういう話をしたことがない。新党の問題について、周りの人が言うのもありがた迷惑だと不快感を示した。9月、国により尖閣諸島が購入され、尖閣購入問題に一定の決着がつく。20日、平沼は、 横浜市中区内で講演し、38年間付き合ってきた中田必ずできると明言した。10月12日、石原は記者会見で中央官僚の国家支配をぶち壊さなきゃいけない。私は身を捨てて何でもやるつもりだと意欲を見せ、合わせて、あとは私の年齢と健康だと近く健康診断の結果で最終判断する考えを示した。 さらに翌日の13日には、新党、日本維新の会を結成した、橋本代表と石原と平沼が、極秘会談した。10月25日、石原は午後3時から、緊急記者会見を開き、東京都知事の辞任と、新党結成の意向を示し、自身は、東京ブロックでの比例出馬を表明した。50分の記者会見の後、立ち上がれ、日本の本部で、 全議員と対応を協議。30日の拡大支部長会議で立ち上がれ、日本を回答し、石原新党へ合流することを確認した。立ち上がれ、日本の国会議員5人が合流することで、国政政党要件を満たすことが確実になった。しかし10月30日の全国、拡大支部長会議では、立ち上がれ、日本を回答して石原新党へ合流する方針を撤回し、 立ち上がれ、日本を解明して石原新党とする方針を決定した。これは、立ち上がれ、日本を回答した場合、立ち上がれ、日本に対する政党交付金を受け取れなくなるという事情がある。2010年代の第三局の理合集散11月13日、立ち上がれ、日本を透明変更する形式をとって、新党、太陽の党の結成を総務省に提出。 石原慎太郎と平沼武雄が共同代表を務め、立ち上がれ日本所属の現職国会議員5名に石原が参加する形をとって決闘した。衣返した新党には民主党を離党した中津川白号らも合流する意向を示した。結成にあたって石原は旧知の亀井静香に協力を持ちかけたが、政策理念が異なる橋本徹との連携を、 図ろうとする姿勢を批判されて、新党参加を拒否されている。民主党、打倒民主党を掲げているものの、民主党を含めた、超党派協議を提言することが多かった。平沼は、自主憲法の制定や、拉致問題の解決で、自民党はもちろん、民主党内の保守派の協力が不可欠であるとして、協力を呼びかけているほか、与佐野は、財政健全化や、消費税増税は、 民主党をなくしてできないとして、超党派協議を行う必要があると提言していた。その田は、かつて自らが代表幹事や幹事長を務めた、浸透先がけにて行動を共にした、鳩山幸男柳瀬進菅直人前原誠二枝野幸男黒葉孝一郎、小沢英人、荒井荘、奥村天さん、五十嵐文彦、石田勝幸、 小平忠政ら多くの民主党の議員とパイプを持つ。しかし、政策的にはすれ違う面も多い。2010年12月24日、民主党の菅直人や岡田克也から、連立政権参加の打診を受けていたことが明らかになり、対応が話題となったが、連立参加へ、前向きなのは与サのだけであり、他の所属議員は、否定的な姿勢を見せた。2七日、立ち上がれ日本は、 正式に拒否した。与謝野は2011年1月13日に離党届を提出、受理され、無所属のまま官第二次改造内閣に入閣した。東日本大震災後の平成23年6月2日には、自民党や公明党とともに、官内閣に対し内閣不信任決議案を提出。これが否決され民主党内部から、菅首相への早期対人論が紛失すると、 6月4日に、戦国吉と安住厚氏から、連立参加の打診を受けた。そのだが8日に会見で明らかにしたものだが、そのだは、即答を避け、脱尾沢を提案したという。自由民主党を立ち上がれ、日本を結成するために、自民党を離党した与謝野は除名処分されたが、自民党内にも立ち上がれ、日本との共闘を唱える者は多かった。石破茂は、共に、 民主党を倒すという思いなら、バリ増減や、裏切り者などという前に、どうやって共闘するか考えるのが大事だと述べ、両党が協力する、可能性に言及している。安倍晋三は創生、日本の会長として、立ち上がれ、日本と同組織の選挙協力を、第22回参議院議員通常選挙の際に、実施した。なお、平沼自身も創生、 日本の最高顧問を務めている。また、谷垣定一は、与謝野と政策的に近く自民党内で行動を共にすることが多かった。2011年6月2日には、官内閣不信任決議案を公明党と共に3、党で共同提出。2012年1月19日からは、参議院において統一会派を組む。公明党立ち上がれ。 日本と公明党は外国人人政権などをめぐって対立しており、平沼や与佐野もしばしばこれを批判する。与佐野は過去に外国人人政権が成立しなかったのは与佐野薫が真犯人だと冬柴哲造さんは思っているくらいとも発言している。平沼は保守派の中枢でもあることから外国人人政権の問題をメディアでもよく口に出し、公明党や 民主党を批判している。また、与謝野は公明党と総価学会の関係を批判したこともあり、総価学会との関係は決して良好ではない。平沼も同様である。しかし、戦術のように立ち上がれ日本は公明党など4党と共に緊急経済対策申し入れを行ったことから、見られるように協力可能な箇所は連携していた。 みんなの党決闘の際には代表の渡辺義美から立ち枯れ日本と揶揄されたものの、それ以降は共同補調を取っていた。経済対策では立ち上がれ、日本とみんなの党は自由民主党、公明党、新党改革とともに緊急経済対策の申し入れも行っている。ただし、みんなの党の増税を考えるのは脱官僚をやってからといった姿勢に関して、 立ち上がれ日本は選挙公約の中で逃げの政治と批判した。立ち上がれ日本の発起人の一人、中川義雄の実刑で代表の平沼がかつて秘書を務めていた中川一郎、石原慎太郎東京都知事応援団長は渡辺義美が尊敬しているという自身の父、渡辺道夫と政策や市長が近く、政覧会で行動を共にし、こうい友うもあった。また、 渡辺自身、平沼と共に日本会議のメンバーである。2012年11月に維新の会と太陽の党が合流後、石原慎太郎はみんなの党に野党勢力結集のために合流を促したが、実現には至らなかった。国民新党平沼は国民新党の亀井静香とは自民党時代に同じ派閥に属し、亀井の弟分だった上、政策的にも 外国人人政権への反対、選択的夫婦別姓への反対、積極財政派で一致しているほか、共に優勢増反組で自民党を追い出された中である。かつては国民新党側から平沼に合流を持ちかけられたこともある。ただし亀井代表時代は立ち上がれ日本は消費税増税路線なのに対し、亀井は景気が悪い時に増税。 特に逆進性の強い消費税の増税を政治家や政党が言い出すこと自体、間違っていると日本記者クラブの討論で述べており、その点で政策的に異なっていた。亀井が去った後、国民新党は民主党に補調を合わせて、税金の倍増を全面的に推し進める方向に転じたため、政策的には大差がなく親民主か、 反民主であるかの違いのみであると考えられた。また、2011年12月に、亀井が呼びかけ、亀井や石原慎太郎らによる、新党結成が、噂がされたが、亀井自身が離党したこともあり、新党構想は、頓挫した。新党改革立ち上がれ、日本と新党改革は、2010年7月から2012年1月18日まで、 参議院において統一会派を組んでいた。これは予算委員会での質疑参加を可能にするためであり、政策的に見た統一会派ではないとしている。ただし、新党改革とは自主憲法の制定や外国人人政権反対、消費税増税路線など政策で一致が見られる部分もある。なお、新党改革の前身である改革クラブに、 所属していた西村慎吾は上述の通り、立ち上がれ、日本の大阪府第17区支部長を務めていた。2011年8月の管内各総辞職に伴う参議院における主犯指名選挙では、1回目の投票では、同会派の立ち上がれと補調を合わせずマ添ゾ陽一を支持し、決選投票では、谷垣定一自民党総裁支持の立ち上がれ、公明党と補調を合わせず、 白表投じた。2010年4月26日に党の公式サイトにて発表されたもの。平成22年の9月9日に自民党、公明党、みんなの党、新党改革とともに緊急経済政策に関する野党共同申し入れを行った。その内容は補正予算などを思い切った規模にすることで雇用の創出などを行うというもの。また、そのために、 バラキ政策とは決別し、複数年次にわたる財政計画及び税収見通しを発表し、財政再建を可能とする諸施策を推進することが大きな責任とした。与謝野は自身が閣僚を務めていた麻生内閣でも景気回復のための積極財政政策に賛同している。財政再建を重視する与謝野と積極財政路線の平沼では、 経済政策ですれ違うと言われてきたが、戦術のように与謝野は景気回復のための積極財政路線には賛同している。平沼も景気回復後の財政再建には賛成している。官民の連携によるインフラ輸出に積極的に賛成しており、日米の経済連携や日中間による FTA などの多面的枠組みを作ることも主張している。 短期的な計画として GDP に占める輸出、輸入の割合の倍増を公約として掲げている。同様に、法人税の引き下げなどで企業の強化も謳っている。なお、TPP に関しては、園田だらが積極的推進派である一方で、片山虎之助と藤井高尾が反対している。11月10日、党として正式に野田内閣での TPP 参加に反対を表明した。 外国の高度人材優遇制度なども主張しているが、移民の受け入れ政策には、よさのと、平沼ぬともに反対で一致している。少子高齢化を解決する策としては、65歳、定年制を選択制にし、さらに幼児教育無償化などを実施するとともに、女性の就職支援を行うとしている。代表である、平沼武雄の主張が、主に反映されており、外交姿勢は高派。 北方領土でのロシアによる軍事演習実施、尖閣諸島中国漁船衝突事件の中国人、船長釈放などには、党として抗議声明を出した。また、衝突事故の際に、海上保安庁が撮影していたビデオは公開するべきと主張し、署名運動も展開している。このビデオに関し、与謝野がビデオ非公開を発言したが、平沼や園田は、 党の公式見解ではないとし党として全面公開を求めていくとしている。また、この一連の事件で領域警備法の制定が急務であるとして、超党派での制定を求めている。政府によってこのビデオが一部国会議員にのみ公開されたが、立ち上がれ、日本では片山虎之助参議院幹事長が主張した。韓国併合100年にあたる、 節目の年ということで発表された、菅直人内閣総理大臣の謝罪談話にも反対する声明を出し、平沼は安倍晋三など創生、日本の議員らと共に反対外線なども言った。与謝野や園田は自民党に所属していた頃から財政再建に熱心であり、その方針は現在でも変わっていない。党としては、反民主党を掲げているものの、財政問題に関しては、 民主党を含めた超党派協議に前向きである。消費税は社会保障を目的とする税にし、2012年度から3%アップし、数年後には消費税を12%から15%にまで持っていくとしている。ただし、低所得者については税額控除制度を新設するとしている。杉並区で区長として、 国際削減を主導した山田博氏が党首を務める日本総新党とは平成22年の参議院選挙で一部の選挙区で選挙協力を行った平沼が拉致議連の会長であることや中山京子が内閣総理大臣補佐官12月19日に金正日総書記の死去が報道された際には自然死方の勢力からによる死去かはっきりしないと述べた上で 自然死なら、1日も早く家族を取り戻すために、制裁を継続していくことだ。他の要因なら、慎重にことの推移を見極める必要があると語った。拉致問題の解決を基本政策として掲げており、所属議員全員が、ブルーリボンをつけていることがある。にもかかわらず、北朝鮮の主張を代弁するような発言が見られ、北朝鮮に対する経済制裁に慎重な立場を、 トルトツカシンヤ元衆院議員が顧問に就任しており、拉致問題への取り組みに矛盾がある。立ち上がれ日本は、平成22年10月29日に、衆議院定数削減、選挙制度改革試案、2011年9月28日に、参議院定数削減、選挙制度改革試案を発表した。平沼や、与謝野らは、以前から中選挙区制復活論者である。 衆議院の試案では、党内未成熟による政党内での候補者選定手続きの不透明さ小選挙区落選候補が比例で復活当選するという矛盾比例代表並立性により中小政党が弱体化しつつ存続し、野党間協力を混乱にさせている、中産ねじれの長期課題政党同士での選挙目当ての バラキ政策の横行などを現在の小選挙区制の欠点として挙げ、国の財政を立て直し、国益を守り、国民の福利を実現するためには、選挙制度改革が必要であるとしている。また、衆院定数を400名に削減した上で、小選挙区並立制を廃止、新しい中選挙区制度の導入を謳っている。具体案として、を掲げている。さらに、 市案では選挙区割案も記載されており、その中では全129選挙区となっている。また、参議院の市案では、全国比例、ブロック比例制度の提案をし、具体案として、を掲げている。ちなみに、ブロックの区割りは、衆議院の区割りと同じであり、一票の格差は1.27倍で、ある。みなし政党は5名以上の候補者名簿、提出としている。 立ち上がれ日本は12月15日に人権侵害救済法案への声明を発表し、委員が強権的な運営を行っても内閣が是正する手段がなく、また委員に国籍条項がない点を挙げて言論、表現の自由を損なう恐れがあるとして断固反対を表明した。東北地方太平洋沖地震が発生した平成23年3月11日の翌日、 また当ホームページで子ども手当や高速道路無償化の予算を凍結し、震災対策に充てることや予備自衛官を全国から招集することを各党に提案したことを明らかにした。義援金講座も開設し、2回にわたって支援物資を被災地に届けたことも明らかにした。6月2日には、官内閣不信任決議案を自民、公明両党と共同提出。 これに賛成した。入党資格は、党の考量に賛同する、万18歳で、日本国籍を有する個人であること。また、積極的に党の活動に参加する意欲も求めている。党費は、年2000円で、納入者には、党員証が発行され帰還し、立ち上がれ、日本が郵送される。同一世帯に党員がいる場合、家族党員として入党することもできる。また、 入会費無料のサポーター制度がある。党員の紹介によって入会可能であり、平成23年2011年1月、平沼代表を塾長とする次世代人材育成塾として、架橋塾を開校した。応募資格は20歳以上50歳以下の党員となっている。また、課題図書として、平沼の立ち上がれ、日本家、与謝野の民主党が、 日本経済を破壊するのいずれかを読み、感想文を書くことが義務付けられている。組織的な応援団はないものの、石原慎太郎が応援団長を名乗っており、これは党も公認している。また、岡崎久彦や金美玲、中西照正、三宅久幸などによる応援メッセージが党のホームページに記載されている。他に応援メッセージを送ったものは以下の通り。 かつての所属国会議員、編集、岡工治は2012年8月28日に議員を辞職した。神戸市会などでは自由民主党の一部議員と統一会派を結成している。2011年の統一地方選挙では8人の公認候補と38人の推薦候補が当選した。2010年から12億415万円自民党、政調会長として、 優勢民営化を推進した緊縮財政派である与サ野と優勢民営化法案に反対して自民党を離党した積極財政派である平沼という春秋会計の出身でありながら政策で対立する場合もあるとみられる二人が結成の中心人物となった。そのため参加を見送った議員からは保守色が強すぎるや逆に理念や 国家間が違う方と一緒にできないのように、別方向の批判が出ている。これについてメンバーは、郵政では、全国均一サービスの維持と、外資規制、経済では、景気回復後の消費税を含む、税制改正で一致していると説明していた。しかし、与佐野は2010年12月に離党してしまう。このことで、決闘時の政策決定の甘さが表面化した。 2010年4月13日に略称を日本として総務省に提出した。これは立ち上がれでも日本でも得票できることを念頭にしたものであった。しかし2005年以降において3回の国政選挙で略称日本を使用してきた新党日本の田中康を代表が混乱を招くと不快感を表明し内閣に対して質問主意書を提出した。しかし 質問主意書に対する答弁書でもあるように公職選挙法第68条の2第2から5項までと政治資金規制法第6条の規定により国会議員5人以上などの要件を満たさない政治団体は既存政党と同一類似の略称は使用できないが要件を満たした政党は既存政党と同一類似の略称でも認められており国政選挙で 同一の略称を持つ二つの政党が同じ比例区で競合した場合は同一の略称は暗分表になることが明記されている。そのため仮に立ち上がれ日本と新党日本が国政選挙の競合する比例区にそれぞれ候補者を立てた場合日本と書かれた票が両党で暗分されることになるため有権者が投票用紙に 過去3回の国政選挙経験がある新党日本の略称として日本と書いて投じた票が意図に反して後発の立ち上がれ日本にも一部票が流れる可能性があった。比例区における同一の名称または略称が安分票となる規定は1983年参院選の比例代表制導入時から存在するが今回の問題について他党と同じ略称を 公発の党が使おうとするのは常識外れで法律は想定していなかったとの批判が出た。新党日本が2010年参院選への候補者擁立を見送ったため、2010年参院選では略称、日本で投票した場合の安分問題は回避された。なお、選挙報道においては新党日本と区別するため、立日、他多比の略称が便宜的に使われているものもある。立ち上が 日本から太陽の塔へ解明となった2012年11月時点で、新党日本との略称による暗文問題は回避された。記者会見の際には、会見席の横に日照記が掲揚されている。ありがとうございます。